丈夫だ。助けに来た。家族は、はぐれたのか。多くの海兵と市民に愛されていたティーボーン中将の殉職は世間に大きなショックを与えたが、世も末だな、おつるちゃん。守るべき市民に背中を刺されちゃやりきれん。海兵に懸賞金がかかれば、お金が欲しいのは何も海賊だけじゃない。貧困とお金は人を変える。犯人を擁護する気はないけどね。これが狙いなら占領動機を甘く見てたね。市民に殺される恐怖を背負いながら命を懸けて市民を救えるか。クロスギルドは早く叩かねば。海兵たちの士気を奪い海軍を弱体化させかねん。